第六代、スペンサー伯爵チャールズ・ロバート・スペンサーは、イギリスの政治家、貴族。1905年に、初代オールトラップ死者に著され、1910年に、兄より、スペンサー伯爵位を継承した。ダイアナ元皇太子妃の曽祖,祖父。ウィリアム王子、ヘンリー王子の高祖父。1857年に第四代、スペンサー伯爵フレデリック・スペンサーの次男として、 ロンドンで誕生。母は5歳であるホレス・シーモアの娘アゲレード。第5代、スペンサー・伯爵・ジョンはイボ・アニにあたる。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学ぶ。1880年から1885年まで、北ノーザンプトンシャー選挙区から自由党候補として出馬して当選し、 庶民委員議員となる。ついで1885年から1895年までと1900年から1905年まで中央のザンプトンシャー選挙区選出の庶民委員議員を務める。1892年に志願予備軍勲章を受訓し、数密顧問官に列する。1892年から1895年の自由党政権下で副区内長官を務め、 また自由党が政権奪還した1905年から1912年まで区内長官を務めた。この地位に就任するために同年新たに連合王国貴族の爵位としてのオールトラップ子爵に除せられ貴族院議員に列する。1908年にノーザンプトンシャー総督に就任。1910年8月13日に兄の死により、 スペンサー伯爵位を継承する。1911年にロイヤルビクトリア勲章ナイトグランドクロス、1913年にガーター勲章を受勲した。他にデンマーク王国のダンネブロ勲章、プロイセン王国の石州勲章、ロシア帝国の白足勲章、ポルトガル王国のキリスト勲章なども受勲した。1922年9月26日に死去した。 爵位と家督は、長男アルバートが継承した。1887年7月23日に、初代レベルストーク男爵、エドワード・ベアリングの娘マーガレットと結婚し、彼女との間に、以下の6子を設ける。ありがとうございます。